1945年7月31日までに日本全国の都市に投下されたアメリカ軍による空襲予告の伝誕。ミッドの文字が見える。空襲を行った B29 爆撃機ミト空襲はアメリカ軍によって太平洋戦争中の1945年8月2日に行われた無差別爆撃。日立市にある軍事工場の操業を止めるため、 工場労働者の住宅と下請け工場を消失させた。国鉄常磐線の運行停止には失敗した。マリアナ諸島の航空基地を飛び立った B29-160 機は、暴走半島から霞ヶ浦を通過し8月2日深夜には、水戸市上空へ侵入、午前0時31分頃から2時16分過ぎまで空襲を続けた。爆撃時の飛行高度は、 約3700メートルから4600メートル投下された爆弾はおよそ1150トンに上るという。国宝の三戸東照宮や三戸城、古三海矢倉などの文化財をはじめ三戸市街のほぼ全域を消失し、死者は300人を超えた。当時の三戸の防空体制は無力であり、アメリカ軍の資料によれば迎撃した。 日本側の戦闘機は20から25機中攻撃してきたのは1機だけと、される。7月31日の午後8時30分ごろ、水戸上空に飛来した B29 から空襲予告ビラが投下された。この日、水戸以外にも富山市、八王子市、長岡市の三都市も無差別爆撃を受けた。水戸市は7月17日にも官報射撃による攻撃を受け、 死者は20人以上。水戸出身で東京大空襲に巻き込まれたため水戸に疎開してきていた体育学者の長い同盟は水戸空襲でも繊細に遭い、日の木沢村へ再疎開している。ありがとうございます。